横浜さん、なくしたものは何か分かりましたか？いいえ。ねえ、僕は何もなくしてません。ただ横浜流星がなくしたものは知っています。それは何ですか？生きがっていた自分です。それはどういうことですか？まあ今こんな感じなんで皆さんは想像もつかないと思いますが、中高はちょっと、まあ、みんな知ってると思うんですけど、ちょっとこうやんちゃしてしまってかっこつけて生きがっていたんですね。はいはい。ただそのまあこのお仕事を始めてちょっとこう今の自分になったんですけど、こう今振り返るとなんかあの頃の自分すごく輝いていたなって思う瞬間があって、だから今こうして落ち着いて、あの時があったから今の自分がいますが、生きがっていた自分も受け入れてこれから前に進んでいきたいと思います。この作品を見てそう思いました。どんな自分も受け入れようとこの作品を見て思いました。宣伝？そうありがとうございます。今ね、いや綺麗な終わり方でしたね。同じ学校に通われてた皆さん、それ言っていいのみたいな小声でありましたけど、はい、ね、いやもう最後懺悔みたいになってましたね。ねえ、いやいやいや、改めまして本日はお越しいただきありがとうございます。そしてライブビューイングをご覧の皆様もありがとうございます。そうですね、本当にこの作品は人それぞれ受け取り方は違うと思うので、皆さんそれぞれの受け取り方をしてほしいっていうのと、まあ、個人的に、まあ、さっきもその受話器の時に話したんですけど、まあ、この登場人物が、自分のなんかこうちょっと嫌いなところとかそういう部分もこう肯定して向き合って肯定して前に進んでいくっていう、物語でもあるので、この作品を見て皆さんが自分のちょっとこう嫌な部分とかそういう部分をなんか自分を受け入れて肯定して少しでも自分を好きになってくれるきっかけになってくれたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。